はい、どうもこんにちは。今回は熱力学講座の4回目ということで、今日はポアソンの式の導出と、そしてポアソンの式を使った演習問題についてちょっとやっていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、ポアソンの式、よく PV のガンマ乗が一定ということで覚えてもらってると思うんですけど、今回はその導出を最初にやっていきたいなと思います。はい、まず最初にですね、熱力学第一法則を使って、気体の内部エネルギーの変化が得た熱量の分だけ増えて、そしてした仕事の分だけ疲れて減ってということでしたね。まあ、その関係式を使って式を立てていくんですけど、ポアソンの式っていうのは断熱変化の時にしか成り立っていません。ので今回断熱過程においてちょっと見ていこうかなと思います。断熱過程においては熱の出入りがゼロになるので、得た熱量も失った熱量もありませんよね。なので下仕事を W としてあげると、気体の内部エネルギーの変化デルタ U というのはマイナス W で書けたということだったんですね。で、一方デルタ U、 気体の内部エネルギーの変化っていうのは低積モル比熱を使って表すこともできたんですよね。なので物質量 N モルとしてあげると、 NCV デルタ T で書けると。で、気体の下仕事っていうのは P デルタ V でも書けましたよね。もちろんこれは低圧変化の時じゃないと P デルタ V では書けなかったので、低圧変化の時にしか使えないんですけども、今回ね、すごい微小変化しかしない、体積が微小変化しかしてない時には圧力は変わっていくんだけども、ほぼ一定とみなすことができますよね、微小体積変化の時だけね。なので今回は P デルタ V を使っていきましょうと。はい、じゃあ状態方程式を使ってあげると PV イコール NRT ですから、この P を V 分の NRT で書き直すことができるんですね。はい、ここで V 分の NRT、 要するに V を使って書き直したってことがね、実はね、ミソになってるんですけど、はい、ではこの後ね、何をやっていくかというと、まあデルタ T とかデルタ V がついてますから、集めて積分していきたいんですけども、さあここでね、ちょっとね、どういうことをしていきたいかということを考えてほしいんですけども、何が定数で何が変数かっていうのをちょっと見ていきたいんですね。今回左辺見てあげると NCV、 ここは全部定数になってるんですよね。はい、それに対して右辺見ていきましょう。右辺はもちろん体積変わっていきますから、ここは体積は変数になってるんですね、関数になってます。同じく温度 T も変わっていきますから、これも変数関数になってるんですね。 N と R は定数ですよね。なので変数が V と T があって、こっちは V で積分していきたいと。でも異なる変数 T、 関数 T が入っているので積分するの大変だなってことになってくるんですね。こっちは T で積分していきたいんですよね。っていうことから考えてあげると、これ変数分離って言うんですけど、 T で積分したい左辺の方に T を持ってきましょうと、 V で積分したい V を右辺に持ってきましょうということで、変数を左辺と右辺に分離していきます。はい、じゃあ整理してあげると、左辺がですね、 T 分の1デルタ T、 CV で割ってます、 N でも割ってます。はい、なので右辺見てあげると、定数のところが CV 分の R ですね、 N は消えていますね。 CV 割りましたので、こっちに来ました。なのでかけるところの V 分の1かけるデルタ V になっていると。はい、ではこれを両辺積分していきましょうということですね。もちろん積分ってのはこれ集めていくってことになっていますから、何をしてるかというとこういうことでしたね。はい、いいですかね。 T 分の1かけるデルタ T の微小温度変化をシグマ集めていきましょうと、同じく右辺も集めていきましょうと。 CV 分の R では定数ですから、 V 分の1かける V の微小変化ですね、デルタ V をかけたものをシグマ集めていきましょうと、結局はこれが積分だったんですね。はい、なので T 分の1の T 積分、 V 分の1の V 積分になってくるということでした。じゃあ T 分の1を T で積分してあげると、これはログになりましたね。同じく V 分の1も V で積分してあげるとログになりましたね。はい、なのでこっちがログ T、 こっちがログ V になりますよと。で、今回積分定数を C と置いておきましょうと。はい、じゃあここ整理していきましょうか。ログ V かける CV 分の R っていうのは結局何だったかというと、ログ V の CV 分の R 乗でしたよね。はい、よろしいでしょうか。で、ここの R ですね、ここはマイヤーの関係を使ってあげると、低圧モル比熱と低積モル比熱の差が気体定数 R になってますから、この R が CP-CV って直すことができるんですね。かつログ同士の足し算っていうのは、ログを共通させて中身を掛け算することでイコール等式で結ぶことができたんですね。なので左辺っていうのはどう表せるかっていうと、ログ TV の CV 分の R 乗で掛けましたよと。一方 R がマイヤーの関係式からこういうふうに書き直すことができたということだったんですね。はい、じゃあ比熱比を使って書き直していきましょう。比熱比っていうのは低積モル比熱分の低圧モル比熱でしたから、 CV 分の CP がガンマでしたね。なのでこれ見てあげると CV 分の CP でガンマ、第2項見てあげると CV 分の CV で1ですね。
なので TV のガンマ引く1乗が定数になってますか、一定ですよっていう関係式が導けるんですね。なので最初にね、動詞を仕上げるとポアソンの式っていうのはまず出てくるのがこれなんですよね。なのでこれ僕はポアソンの式の原型と呼んでます。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃああとはですね、状態方程式をまた再び使ってですね、温度 T を P、 圧力に直していきましょうと。じゃあ温度 T っていうのは NR 分の PV ですから、 NRPV かける V のガンマ引く1乗が一定だということですね。はい、じゃあここで P かける V かける V のガンマ引く1乗ですから、 PV のガンマ乗ができました。ここを計算してあげると PV のガンマ乗割る NR になってるんですけど、 NR っていうのはもちろん定数ですかね。物質のモル数が変わらない限り気体定数は一定ですからね。なのでこの分母の値は一定になってると。分母の値が一定ですから PV のガンマ乗も一定になってますよねということで、 PV のガンマ乗が一定であるっていうポアソンの式が導けるということになるんですね。はい、よろしいでしょうか。なので僕としてはですね、ポアソンの式ももちろん覚えてるんですけども、ポアソンの式の原型もね、どうせ同時実は出てくるので、まあ、こっちも覚えるようにしてます。なんでこっちも覚えるようにしてるかというと、まあ、ポアソンの式でね、断熱変化後の圧力を求めましょうという問題も出てくるし、断熱変化後の温度も求めましょうという問題が出てくるんですよね。なので温度を求めるんだ、この式使った方が早いということがありますからね。この式使って圧力 P を求めて、状態方程式から温度 T を求めることもできるんですけど、ここから一発で出てきますから、まあ、両方覚えるようにしています。あとポアソンの式の注意点においてはここですね。はい、ではまず一つ目ですね。断熱変化においてこの関係式が成り立っているわけですから、 Q が0の時にしかこの関係式使って証明できなかったんですよね。なのでポアソンの関係式っていうのは Q が0、断熱変化の時にしか使えませんよということですね。あともう一つは、仕事をしている時じゃないとダメですね。 W が0の時にはこの関係式また成り立たなかったですね。 W があってそれが PΔV で表せる時に限ってこう書けますよということだったんですね。なので例えばなんですけど、断熱自由膨張っていう問題がありましたね。左側に気体があって、そして右側が真空になってますよと。でそしてこの真ん中のところがね、ちょっと外せるようになってて、左側の気体がこう右側に広がっていく時とか、そういう問題ありましたね。この時っていうのは断熱自由膨張っていうのは相手が真空ですから、押す相手がいないので仕事することができないんですよね。なので断熱材で取り囲まれていたら断熱変化ですし、相手がいないから仕事できないから仕事ゼロだから、熱力学第一法則を使って考えてあげると、内部エネルギーの変化がゼロになるから温度が T のままですよということだったんですね。この時ポアソンの関係式というのは使ってなかったですよね。断熱変化だけどもポアソンの式を使ってませんでした。なぜかっていうと、ポアソンの式っていうのは気体が仕事をした時にしか使えませんから、この場合っていうのは使えないですよね。なので断熱変化かつ気体が仕事をした時にポアソンの関係式っていうのが使えるということだったんですね。なのでどの時にね使えるか、そしてポアソンの式は原型もねしっかり覚えてもらうと計算早くなることが多いですから、しっかりとね覚えてほしいなと思います。はい、それではね、ポアソンの式を使った練習問題やっていきましょう。まあ、前回の動画でもね、実はポアソンの式使ってましたので、まあ、今回で2回目になるんですが、まあ、ちょっとね、ゆっくり見ていきたいなと思います。はい、では問題のね、概要からね、説明していきたいんですが、容器があって断熱材で囲まれてます。で、ここでね、ピストンで気体を閉じ込めてますので、まあ、熱の出入りが外部からないですかね、ヒーターついてないですか、これは断熱変化になってるということですね。あ、ポアソンの式使えるかなというところですね。でこのピストンがね、まあ、単振動するっていう問題になってるんですね。で中の気体の圧力が P で、外の気体の圧力が P0、このピストンの出力が M になってるということなんです。で単振動することから比熱比を計算していきましょうという問題になっています。はい、では括弧1番ですね。ピストンに働く力の釣り合いから重力の大きさを求めていきましょうということですね。はい、ではピストンに働く力を書いてあげるとこんな感じですね。はい、よろしいでしょうか。まず重力ですね、働いている重力 mg と、外の気体が p0 になってますから、外の気体がこのピストンを下向きに押す力、圧力というのは対面積あたりに働く力でしたから、力に直したかったら面積かけてあげたらよかったですね。断面積は s ですから p0s ですね。同じく中の気体がピストンを上向きに押す力ということで、中の気体圧力 p で、断面積 s ですから ps になっているということですね。はい、なので上向きの力と下向きの力の釣り合いからP0S たす Mg が PS、 したがって重力 Mg が出てきますよということになるんですね。はい、では括弧2番いきましょう。括弧2番ね、何の誘導もなしにね、いきなり合力求めようということになってるんですが、なかなか難しいですが、ピストンの位置が X というところに来ましたから体積増えるんですね。どんだけ体積が増えるかっていうと、
ピストンの位置が上に X 行きますから断面積が S ですからね、体積の変化でいうと S×X になってるんですね。なので今体積が V+SX になっていて、中の気体の圧力はわからないですから P' と置いてます。もちろんポアソンの式断熱変化ですから成り立ってますよね。仕事もちゃんとしてくれてますからポアソンの式成り立ってますので PV のガンマ乗が一定になってますよと。もともとの圧力が P で体積が V でしたから PV のガンマ乗ですね。はい、じゃあここから P' を求めてあげたら、さっきと同じようにね P×S で力になりますから合力計算できるんですけども、なので P' イコールの形にしていきましょうと。じゃあ V+SX 分の V のガンマ乗になるんですよね。はい、じゃあここでね近似式を使っていきたいんですけど、 1+X の N 乗が 1+NX になるというのは X が1に比べて十分小さい時だったんですね。今回の条件としてはこの中の気体の体積 V っていうのが体積の変化量 SX に対して十分大きいということなんですよね。はい、よろしいですかね。なので V が SX に比べて十分大きいので、まあ、これ V で割ってあげたらいいんですけども、 V 分の X っていうのが1に比べて十分小さな値になってるんですね。なので作りたいのは 1+V 分の SX っていう形を作りたいんですね。さっきの近似式の形にしてあげると。ただしこれではちょっとやりにくいなという形になるんですね。この分母分子がひっくり返ってくれたら、この V+SX+1 っていう形を作れますかね。ちょっとひっくり返していきたいなと思います。ひっくり返してあげると、このガンマ乗をマイナスガンマ乗にしてあげなきゃいけないですね。分母分子をひっくり返してあげたときにここがマイナス乗になりますよと。じゃあ分母分子ひっくり返してあげると V 分の V+SX になってますから 1+V 分の SX になってると。じゃあこれで近似式使えますよね。はい、なので 1+ マイナスガンマかける V 分の SX になってますからこの形になってますよと。じゃあこの時の合力の大きさはいくらになってるかというと、ここですよね、この値が P じゃなくて P'S になってます。そして P0S と MG は変わらないですね。下向きの力が P0S、MG、上向きの力が P じゃなくて P'S になっている。じゃあ今求めた P' を代入してあげると、まあ、こんな形になりますよということなんですね。はい、あとはもう流れでね、やっていきますね。合力の大きさが分かっちゃいましたから、運動方程式に代入してあげると、MA イコール働く力、こうですね、P'S-P0S-MG、もう計算していて、V 分のガンマ PS2 乗 X になってますよと。じゃあ、ここから加速度をこうやって計算できますよね、ということですね。はい、じゃあ、括弧4番で、核振動数 ω を求めましょうということですが、運動方程式がマイナスほにゃらら X になっているということは、これ復元力になってますから、単振動しているということがわかるんですよね。で、その時ですね、単振動する時の加速度 A っていうのが、マイナスなんとか X で表せて、そのなんとかの部分っていうのが、核振動数 ω の2乗になっているということでしたね。はい、よろしいでしょうか。はい、なので核振動数 ω がこの形で計算できて、括弧5番は周期を計算しましょうですから、ω分の 2π から計算できて、で、最後はですね、比熱比の計算、比熱比の測定というのがこの問題のテーマになってますので、5番の関係式から比熱比ガンマを計算してあげましょうという問題になってるんですね。まあ、両辺2乗してあげたいですね。ルートついてますからね。なので t の2乗イコール 4π 2乗かけることのガンマ PS 2乗分の MV になっているので、ここからガンマイコールの関係式に直すことができて、比熱比を求めることができるということなんですね。なのでピストンの単振動の周期を計算してあげることによって、こうやってね比熱比っていうのは測定できるんですよという問題になっています。はい、今回はポアソンの式について説明しました。ちょっと慣れてきたんじゃないかなと思うんですけども、このポアソンの式をテーマにした問題っていうのを次回ね入試問題を扱っていきたいと思います。楽しみにして待っておいてください。この動画が良かったなという人はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。